え、待って、マジ？ねえ、やばい、どうしよう。チャリン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 。トミシー、はるか、ことね、まほ、私たちは、チェロでーす。はい、ということで、今回は、スピンズさんとのコラボ動画でーす。イエーイ。皆さん上に超かわいいロンティーを着てるんですけど、これやばいよね。流行ってるからこれみんな着てるんだよ。いや今日から発売だから。こちら実は、はい、スピンズさんとのコラボ T シャツになっております。マホね、スピンズさんめちゃめちゃ使ってるから、いやちょっと本当にコラボできるなんて夢みたい。で今回こちらのロンティーはスピンズの公式通販にてなんと発売が決定しました。11月1日から11月15日までです。でこちらのロンティー買ってくださった方には、はい、チェゴの直筆サインのポストカードもノベルティーとしてつきますので、イエーイ、私たち書きまくります。そしてなんと店頭でも発売が決定しました。場所はスピンズ渋谷109店です。ここです。109店、めちゃめちゃすごい。7階です。こちらでも購入してくださった方にもポストカードつきますので、はい、地方の方とかはネットから買えますし、うん、まあ、すぐにねこちらの T シャツ欲しい方は店頭で皆さん、ね、ぜひお買い求めください。で今回はコーデバトルなんですけれども、せっかくやるならね視聴者さんにためになるようなコーデバトルにしたいので、うん、スタッフさんに事前にトレンドなどを教えてもらって演じていただこうと思います。いい、ね、それでは呼んでいきたいと思います。はい、スタッフカノエコさん、よろしくお願いします。今回のトレンドを教えてください。今回のトレンドは、はい、ダメアイテム、はい、とダメージアイテムと、うん、フェイクレザーアイテム、うん、あとアニマルアイテムになります。ではそちらのトレンドを使ってコーデバトルやっていきたいと思います。はい、制限時間はなんと10分です。やばい、短い。絶対決めレッツチェゴー。やばいやばい、じゃあお願いします。お願いします。はい、まあね、レザーにしたいなと思ってた。だからレザーを取り入れようと思って。どうしよう、待って、もうね、あとアニマルが好きだからアニマル入れたい。これ可愛いね。このワイドパンツにしたい。待って待って、なんだっけ。え、どうしようどうしようどうしよう。私白 T だからいっぱいね合うのがあるの。ダメージうち取り入れたいな。頭にね、何かつけるか迷うんだよね。え、めっちゃ可愛くね。どうしよう。チャリン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 。お薬のさ、あ、こんなことしてる場合じゃない。え、待って、可愛いバケハ。めちゃめちゃ可愛いです。ダメージのさ、バケハとかあんのかな。あ、あった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 。可愛い。ちょっと、ハム。待って、でも待って、スローで撮ってた。スロー、スロー、嘘でしょ。はるかスローで撮ってた。嘘でしょ。バカじゃないの。頑張って、はるか。そうだ。トレンドって言ったらなんか一番チャイナが合うかなと思うので、チャイナのズボンとマネキンがつけてたベルトをお借りしてコーデしていきたいと思います。これがね、首がないのだから、まあ、首からなんか出したいのね。首、タートルネック。パール着たいんだよね。どう？似合う？合うかなと思うので。え、でもさ、白 T だし良くない？でもとりあえず似合うか分かんないから着てみて。本当はなんか青と水色コーデにしたいんですけど、試着会していいですか？あ、すいません、すいません。すいません。お互い見たの？え、どういう感じ？いや、もう、まあ見ないで。ねって今説明しようとしちゃったよ。アホやな本当に。そうだ、これさ、だって優勝とかあるんだよ。そうだよ。
やばいやばい。やだよ、負けたくないもん。じゃあおしゃれにしないと。ね、なんかさ、やばい、似合ってない気がする。ちょっとスタッフさんに聞いてみる。すいません。これ似合ってますか？似合ってます。本当ですか？あ、なんか店員さんに。やったーって聞かず。似合ってますって聞こえたぞ。わかんなくなってきた。マスクでもつけるか。マスクめっちゃおしゃれなんだよ。ほら見て、かわいい。やばい、こんなことしてる場合じゃないんだって。ええ待って、かわいくない？待って、オーバーオール、これに絶対似合わない。すいません、ベルトつけます。水色が入ってるから水色。あ、でもマホだってピンク担当じゃん。マホピンク担当じゃん。とりあえずトレンドは抑えれば優勝につながるので、絶対に。とりあえずじゃあこれは顔じゃない。顔出てる。あのズボンダメージ、ダメージでいっちゃう。7分。え、待って、マジ？ねえ、やばい、どうしよう。マジどうしよう。え、待って、やばいんだけど。え、どうなんかや、うん、やめた。あえてトレンドを取り入れないっていう。かわいい、これトレンド取り入れないって言ってな。ダメダメ。あれ帽子これやめよう。ダメージはズボンにします。あ、オーバーオールにカッターでダメージとか。ベルトどこにあんの？アニマルにさ、オーバーオール着たらマジ牧場の人だよね。え、やだ、なんか聞こえた。マジやばー。待って、やばい。おー、かわいい、かわいい。え、てかめっちゃいい感じじゃん。ね、え、かわいい。アニマルとレザーとパールも取り入れて、やば。アイテム3点セット取り入れてる。たらーん、せーの。かわいい、デニムオンデニム。レザーを意識しました。え、レザー、あ、レザーじゃない。ちょっとデニムを意識しました。おー、めちゃめちゃ可愛い。可愛い、似合ってる。え、ネックレスも可愛い。クモです。はい、はい、せーの。おー、え、めっちゃ可愛い。何それ？いいね、髪がチャイナ系なんだね。可愛い。超かわいい。めちゃめちゃいいじゃん、セットアップ。それではスタッフさんに優勝者を決めていただこうと思います。はい、やだ、緊張する。じゃあ優勝者に背中を叩いていただきたいと思います。うわ、怖い、これ。いや、ドクドクするね。待って待って、かわいいって言ってたから、あ、やべえ、もうちょっとやりすぎたかなと思って。とても素敵なんですけれども、はい、あの、ゴーさんが一番トレンドをやっぱり多く取り入れてくださったので、嬉しい。よかった、ありがとうございます。他にもスピンズの店員さんが私たちでは取り入れられなかったトレンドのアイテムをご紹介してくださるとのことなので、ご紹介してもらいたいと思います。はい、まず、はい、寒くなってくると痛くなるアニマル柄なんですけど、かわいい。今年がちょっと白黒だけじゃなくて、牛柄とかジブルパンツとかだけじゃなくて、茶色のレオパードとかも人気なので、めちゃめちゃ可愛い。なんか秋色っぽくなるので、おすすめ。ぜひ買わせていただきます。次はチャイナアイテムなんです。え、かわいい。これレザーですか？レザーの、めっちゃ、あと、そうなんだ。かわいい。中にロンティーそのまま着たりしても、とてもおすすめになります。今、セットアップで着られてるのもめっちゃかわいいし、このワンピース、めっちゃ女の子っぽくなるので、女の子っぽい。確かに。どっちもおすすめになります。次、フェイクレザーを紹介したい。はい、かわいい。今、着てくださってるフェイクなんですけれども、今までと違うスタイリングができる、コーデとかにもちょっと締まって見えるような、昔多分、レザーのジャケットとかがそれ流行ったんですね、こういうやつ。はい、一周回ってまた流行りが来ていて、特にこのジャケットはエコレザーという再生
可能なペットボトルとかからできてる。超エコ。今そういったジャケットもあります。もう一つがダメージニットなんですけれども、はい、ブラウンジカットされていて、ロック音楽と韓国系ファッションでも結構人気となっておりまして、私もすごい好きなアイテムの一つ。お姉さん100人めっちゃ似合いそう。はい、ということで無事にコーデバトルが終わりました。イエーイ。マオさんおめでとう、優勝ありがとうございます。ありがとうございます。景品はなんと何ありません。カビがもらえない。カビがもらえないんだ。何ももらえませんということでね、先ほど店員さんにたくさん流行りのアイテムを教えてもらったので、うん、皆さんもぜひそれを取り入れて、私たちみたいにこのロンティと流行りを取り入れておしゃれ楽しんでください。そしてね、このロンティの方今日から発売なので、ぜひ皆さん来てください。はい、来てください。まあこれもねトレンドのまあ一部なので、あのこれから流行ります。めちゃめちゃ先に来とけば流行の先行くから。あ、だから、あ、え、まるまるちゃん前からずっとあれ着てたの、え、流行りトレンドすごいって言われるからこれ着てライブとか着てくれれば嬉しい。そうだね、店頭でも数量限定なので皆さんぜひゲットしてください。ということで、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上チェゴでした。バイバーイ。